もこれペニフォーです。トモです。リョウです。はい、今回は、まあ、新しいクラブセッティングですかね。タイトリストの試打会に行って、うん、まあ、もう全部変えた方がいいんじゃないかっていうことで、うん、まあ、基本的にはアイアンメインで考えてたんだけど、結局あのフェアウェイウッド、ユーティリティ、まあ、フェアウェイウッドに関してはあのトモが持って17度だね、うん、まあ、リミックスの5番ウッドなんだけど、うん、まあ実質4番だよね。にシャフトがその3番ウッドに刺してたのがディアマナ BF の 70X、うん、ドライバー用のやつをほら切ってさ、うんうん、使って、うんうん、あれを5番ウッドに入れて、長さがちょっとねわざと長め、あ、だから43インチぐらいはある。あ、長めって言ってもねたまにあるんだよ、まあ、ハイロフトって書いてある、あ、3番ハイロフトの43インチとかあるから、うん、でもらいました。はい、どうぞ。ほら。うん、失敗だけど生きてるもんね、うん、まず打感とか音はもうやっぱねヤマハのやつはもういいです、うん、でシャフトに関してはやっぱりちょっと、まあ、ヘッドスピードから言うとそこまでハードじゃないんだけど、まあ、アンダースペックが好きだったんだけれども、うん、試打会でちょっとアンダーすぎますよって言われたから、うん、まあ、ここはちょっと、まあ、適正というかね、うん、にしてみたって感じなんだけど、フェアウェイブとかユーティリティ苦手というかほぼ練習もしてないし、あのラウンドに行っても打つ機会がなかったのね、うん、もうドライバーでガンガン、うん、だけどドライバーが最近ほんと飛びすぎてラウンドに行けなくなったんで、うん、まあ、ある理由があるっていうのもね、うん、また別の回で説明しましょう。ラウンドに行けなくなる理由っていうのがあるんでね、うんうん、でまあ、ドライバーがその飛びすぎて、ラウンドに行けないので、やっぱフェアウェイウッドユーティリティは、まあ、確実にいるよねっていうティーショットで、うん、で3番ウッドでもいいんだけど、もうティーショットメインで使っちゃうし、3番ウッドだとこれもまたラウンドに行けなくなると、うん、ラウンドに行けなくなるというか、まあ、平日のガラガラに空いてる時期ならいいんだけど、ね、コンペとかやってたりとかになると
もう無理ってことだね。ドライバーよりコントロール僕はできる自信がない。ない。はっきり言ってない、うん、もちろんね練習してないからそこはもう何も言い訳できないし、もうね練習内容がさ、うん、円グラフで言ったらもうこっからここまではドライバーでしょ。もうシャフトについてはそんなに捕まるシャフトじゃないけど、ヘッド的にちょっとねこう捕まるから、うんうん、ドライバーと同じこうドロー系で打てるかなっていう印象、うん、中では250、60飛んでくれればいいかな、うん、やっぱりスピンが3番ウッドとかよりは多いけど、うん、まあ、地面からはねマットとはやっぱ違うから、うん、一応と境界線としてはティーショット、地面からもティーショットからも打てるギリギリのロフト。そうだね、打てそう、うん、ロフト的にはもうちょっと15度でハードなスペックを僕は打つ気にはもうなれない。そう、地面からでしょ。そう、うん、じゃあ UT、はい、M4 をね、ちょっと前のモデル、シャフトがツアー AD の DI95 ハイブリッド用、うん、全てこれ忘れてなんで行かなくてよかったよ。本気だ。やっていいんじゃないですか。本当のことを言うと、はい、別にユーティリティは、まあ、何でもよかったんだよね。シャフトがメイン、うん、高いのね、やっぱまだシャフトだけで1万ぐらいやっぱするんだよね、あの中古でも。ヘッドに関してはタイトリストのシダデもタイトリストの TS2 とか3とかどっちだったか、まあ良かったし、その前のまあ917とかでもいいのかなって思ってたんだけど、まあスチールが多い。ああ、そうなの。あ、UT はね。うん。シダもしてみて、スチール。カーボンと比べても、あの、球がまず上がらない。うん。っていうことだったから、あの、ゴルフパートナーってね、店舗で探せるのよ。ああ。店舗にある、もう、在庫を確認できるみたいなね。だから、鹿児島に1本だけあった、うん、このツアー AD の DI、ハイブリッド用のシャフト。うん、もう22度ロフト、200いって30ぐらいかな。うん、ユーティリティでティーショットするっていうことが本当にさっきもフェアウェイウッドと一緒でないから、うん、こちらも自信がない、うん、あのユーティリティのシダとかも動画で出してるけど、あまりフックしないんだよね僕。次にプッシュするのでずっと、うん、だからそれがまあ悩みというか、これも一緒で練習してないからそういうことなんだっていうので、ね、うん、今回理解して、うん、シダの動画の中では少し
捕まってたなっていう印象、うんうんうん、あ、これがユーティリティの、そのみんなが嫌うというか、うんうん、気にする捕まる感じなのねっていう、自分がもともとアンダースペック好きから言うと頑張らないといけないというか、トモ、うん、のね使ってる RBZ ブラックのフェアウェイウッドとか UT とか何も考えずに打てるからまあどっちがいいのかなっていうのはあるけど、うん、スコアになるかならないかっていうのはまた別だと思うしね。はい、ということですね。はい、次回は、アイアンです。もうアイアンが一番のメインだから、そのシャンクを出ないようになったのかっていうね。ああ、そうね。もうアイアンも変えましたんで。では、ありがとうございました。